どうも、ゴルフの三田です。いつもありがとうございます。今回はアプローチにおいてラフリートップが出ないようにするために気をつけるべきたった一つのポイント、これを皆さんに伝授していきたいと思います。アプローチのミス、本当に悔しいですよね。せっかくグリーンの近くまで来ているのに、そこから大きいミスになってしまって、4打、5打と加算でしまうとトリプルボギー、そこからダブルパー。悔しいですよね。せっかくボギーが取れるかパーが取れるかというところまで近づいてきているのがそうなってしまうといけませんね。私三ツ矢は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいているんですね。皆さんの頑張り本当に頭が下がります。いつもありがとうございます。そして動画を見てくれている皆さん、いつもありがとうございます。皆さんがゴルフ楽しい、そんな風に思っていただけるような動画を少しでも伝えていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。アプローチのラフリートップ、これは表裏一体です。クラブがボールの手前に落ちる、これラフリーですが、そのままうまく切り抜けれたらそのままトップになります。いずれにしてもクラブがボールの手前に落ちてしまうことによってラフリーもトップも出てるんですね。まあ、ギリギリ地面に当たるか当たらないか、そのちょっとしたところでラフリートップっていうのは変わってきます。そこでこのラフリートップが出ないようにするためにはボールとの距離感を常に一定に保つ、これが重要になります。構えた時にこのボールとの距離、どうやって距離を保つかというと見えてる範囲です。アプローチにおいてはフルスイングと違って少し顔の向きが変わったりしないんですね。ボールの方を向いている状態ですので自分の見えてるこの範囲があります。その見えてる範囲が変わらないように打っていただければボールとの距離が変わってないということになります。ボールから離れたり、ボールに近づいたりすると、ボールだけではなくて、周りの景色が近づいたり離れたり、そして見えてる範囲が近づくと範囲が狭くなります。離れると範囲が広くなります。ですから、自分が最初に構えたこのボールとの距離、そして見えてる範囲、その見えてる範囲がスイング中に変わらないように振り抜けたら、これはミスが減ります。ボールとの距離が一定に保てます。ラフリートップが出なくなるということになります。ですので意識するべきは構えた時に見えてる範囲が変わらないようにスイングを最後までしていくということになります。ぜひこのシンプルでかつ非常に重要なことをですね、念頭に置いてアプローチをしてみてください。もちろんどれぐらいの距離、どれぐらいの振りの幅、どの番手を使うか、ボールの弾道イメージ、これらは打つ前に全部確認しておく必要があります。今からこういうショットを打つんだよということを全部決めた上で、あとはじゃあボールを打つだけだよとなったら今の範囲を一定に保っていくようにスイングをしていく、これでラフリートップというのは格段に減ると思います。ボールとの距離感が距離が変わらない、一定に保てる、そんなスイングを目指してやってみてください。アプローチのミスは本当にスコアに対しては致命的です。これらをどうなくしていくのか、これはほぼ全員のゴルファーの大きい課題になると思います。ぜひこれを実践で試してみてください。まずは練習場で試していただくとこの見え方の違いというのが分かりやすいと思います。自分で実際にやってみると、あ、なるほどなと思っていただけると思いますので、ぜひコースで試す前にまず練習に来て、練習をこう、ね、いっぱいアプローチたくさんできますよね。こう体に負担がなくできますから、いっぱい100球、200球、300球、体に負担がかからない程度に、ぜひやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。